制限時間は15分で、核の場所はヒーローに知らされないんですよね。イエス。ヒーロー側が圧倒的に不利ですね。これ、ミドリ君、よく避けれたな。よく避けたよ。エレガントには程遠かった。よく避けたよ。僕は青山よ。私、足止めな。よく避けたよ。何だったのあれ。クソ、こういうタイプだったか。意味なかったな。刑事さん、相沢先生は両腕粉砕骨折、顔面骨折、幸い脳系の損傷は見受けられません。ただ眼下底骨が粉々になってまして、目に何かしらの後遺症が残る可能性もあります。だそうだ。ゲロ、そんな。13号先生は治療は終わってる。背中から上腕にかけての裂傷がひどいが、命に別状なし。サンサ、私も保健室の方に用がある。あとは頼んだぞ。了解。猫だ、犬じゃないんだ。つゆちゃん、今日のホームルーム誰がやるんだろう。そうね、相沢先生は怪我で入院中のはずだし。おはよう。相沢先生復帰早い。僕のネビルレーザーは派手さも強さもプロ並み。でもお腹壊しちゃうのは良くないね。どうした？全然うららかじゃないよ。うららか、ああやっぱコスチューム着たかったな。ってことは一旦ポイント取られて身軽になっちゃうのもありだね。みなちゃん、おめでとう。うん、爆豪、とどろきの氷対策で私入れてくれただけで、実力に見合ってんのかわかんないよ。私、足止めな。よく避けた。